ワゴンマスター、さようなら。いっそね。ちょっとどうしてですか。いや、ちょっと古すぎません。また会う日まで行くまでのあれは、じゃあそこからどのぐらいかかったんですか。ジミーのところに 3,4 年いたでしょ、それでジミーのところを辞めてからワンダースっていう3人のコーラスグループ作って、それはあのどういうコーラスグループだったんですか。あのね、日本の民謡をね、アレンジしたりですね、食べていけたんですか、そういうコーラスグループって。失礼ですが3万ぐらいでしたからね。そうするとアルバイトやなんかもされたわけですか。いや、アルバイトなんかできないです。はっきり言って練習ばっかりやってますから。なんか収入のあてみたいなものは。いや、もうそこら辺にいるやつカツアゲ、そんなことはしてませんよ。コマーシャルとかそういう。あ、その頃よくコマーシャルやってました、テレビの主題歌なんかですか。これもどっちかっていうとアルバイトだったと思うんですが、名前が違うんですよ。ワンダースっていう名前で出てないんですよ、だから多分アルバイトだと思うんですが。歌ったことあるの。歌ったことあるんです。何を。今流行ってるウルトラセブン。ウルトラセブンですか。ウルトラセブンのあのセブン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 パラポーっていう、ありますありますよね、あれのね、セブンセブンセブンの3番目の声が僕なんですよ、尾崎さんの声。はい、これ出ますかね。出ます。セブン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 。あのね、この一番最初のやつが朝光太郎って言うんです。2番目が栗って言って、小栗っていうやつです、で3番目が僕なんです。3番目が清さんと、はい、結構若いでしょ、これ、でその後でまた会う日までが出てくるわけです。その前に別れの夜明けっていう曲があるんですけどね、僕の一人になってのデビュー曲が、で、あの出版会社のね、レコードをこうやってパラパラっと置いてあったんですよ、で上にズーニーブーって書いてあって、B 面かけたらすごいいい曲だったんで、この曲 B 面だし誰も歌わないんだったら僕にちょうだいって言ったんですよ、はあ、それはまた会う日まで。そうです、そうです、だけどこのまんまの歌詞じゃつまらないから、じゃあ阿久悠さんに頼んで書き換えてもらおう。面白いもんですね、そういったの。でもその時にそれを聞かなかったら今なかったってこと。ないですよ、ないですよ、絶対ないですよ。でもかっこよかったですよね、あのレコ大でほらね、あのレコード大賞グランプリを受賞した時に、普通はもうみんなボロ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 泣いたりね、ハンカチ探したりなんかするんですけども、いきなりパッ V サインを送って、いやあれアメリカンっていう感じでしたよね。いやあれもね、絶対俺は取れないっていう噂が入ったんですよ。取れないから帰ろうって、立ちかけたらスタッフの人が、ちょっと待ってくださいって言って、まだどうなるか分かりませんから、だから取れないって噂が入ったから帰るってマネージャーが言ってるわけです、突っ張って、それで取れないと思ってたのが、名前呼ばれたもんだから、ダーンとなっちゃったんです、でも全然あの涙とかそういうのなかったですよね。そうですね、あのマイクロフォンの振動板がペタッとくっついちゃったぐらいですよ、でっかい声出しすぎて、オーディオさんがこうやってやってるんですよ、マイクこうやって、それでももう興奮してますからね、近づけるでしょ、でまたペタッとくっついちゃうんです。へー、覚えてます、あのもみあげがここまでぐっと当時はね来てましてね、今もみあげじゃなくてなんかひげ伸ばされたんですよ、もう夜店のキリスト像みたいな顔をしてらっしゃいました。うまいなぁ。なんでそこでアップにしなきゃ。で今日は尾崎さんね、まあ、せっかくですからそのなんかね、ハワイアンとかカントリーとか、そういったような部分もちょっと聞かせてもらいたいですね。徳光さんもハワイアン得意ですからやりましょうね、それじゃあ。なんですかその編集は。夜もこれ一生懸命の、はい、なんか歌のうまさをちょっと堪能したいですね、短時間の中で。尾崎さんがギター弾いて歌うっていうのは僕初めて。あ、そうですか。はい、でもね、歌唱力も声量も抜群ですよね。本気で歌ったら多分本館地下 の、 あの社員食堂まで届いちゃうんじゃないですか。でもまだ随分大げさなギターですねこれ。
ゴムヘッサ、これはね、二人羽織用なんですよね。そうです。マイナーどうやってやるんですか。こっちはチューニングが違うんですよ。え、何が違うんですか。チューニングが違うんですか。あ、チューニングって言ったんですか。オープン G にしてあるんで。ああ、分かんねえな、本当に。ひどいな、分かったふりして少し膨らませなきゃ。分かんねえな、じゃ話にならないじゃん。じゃあ聞くなってことですよ。尾崎さん、あれですか、鼻歌やなんかでもいい声で歌うんですか。鼻歌ってどう。あにょ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 。わざとやることないじゃないですか。普通ですよ。今日はじゃあそのハワイアンいいですか。ハワイアンとカントリーと、なんかいろんなそのジャンルの歌をですね、ぜひ一つお聞かせいただければと思うんでありますけど、神々しいお顔で。いやいや、夜店のでしょ。夜店のでしょ。さあ、それでは尾崎清彦さんの音楽史メドレーと参りたいと思います。ポリネシアの大変素敵な子守歌から。どうして俺を一人にするの。いやいや、もうこれからは孤独にさせません。あんたなんかプあらお茶目お茶目。ぜひですね、やっぱりせっかくですから、やっぱりビシッと決めていただきましょうよ、ね。また会う日まで聞かせてくださいよ、尾崎さん。ね、キヨさんお願いしますよ。行きますか。じゃあよろしくどうぞお願いいたします。はい、
車に乗って、ちょっと何ですかそれは。聞いてないよ、聞いてないオープニングに戻っちゃったじゃないですか。ちょっと待ってください、大崎さん。さてよ、あれが頭に入っちゃったから全然抜けせてくれないんだもん。いや、真面目にやります。目を閉じて忘れてくださいよ。また車に乗ってはそれ言うから悪いんですよ。あ、そうか、また歌っちゃうから、それ。じゃ、よろしいですか、はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。また会う日まで。じゃないんだから。そう。どうやって入るのそれで。それ2000年に向かってみたいな。